はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ブルーエンジェルです。さあ本日なんですが、マリン説をね使っていこうかなというふうに思っております。めちゃくちゃ強くなりましたね、マリン説。あの新規パックでね、あの追加されたモンスターがいくつかいて、まあそいつらが、まああの簡単に言うとぶち壊れなんですよ。でまあ今まではちょっとね、そこまでなんかその相手の妨害を用意するのが苦手だったというかね、あのまあバトルオーシャンを張って、まあバブルリーフみたいなのでビートするみたいな感じのデッキだったと思うんですけども、今回から新規モンスターで妨害を用意するモンスターがいくつかもらえましたので、結構環境にまであるんじゃないかなと思ってるんですよ、このデッキ。これね、まずマリンセスデッキのまあ全体的ないいところは、結構1枚か2枚ぐらいから動けることが多い、動きが。なのでいっぱい誘発進めるっていうところですね。まずガチ的なことを言うと、まあ、今回もエフェクトベイラーさん、増殖スジーさん、ハルウララさん、無限保養さんみたいな、不安ダリーズがめっちゃ多くなってるから、あのこの無効系いっぱい入れてるんだけど、まあ、この辺のあのカードを、まあ、採用して、いっぱい誘発進んで相手の動きを止めることができると、高校取ってもで、まあ一滴とかも言えるみたいなね。でさらに水属性統一テーマなんです、このデッキ。だから御前試合が入れます。これめちゃくちゃ強いですね。はい。で動きの中で、まあ、何が追加されたか、まず一つ目、リンクモンスター最強アクアアルゴノート、これですね。これは何をするかというと、エクストラモンスターゾーンに存在する限り相手はこいつしか殴れないっていう効果、そして自分のフィールドの水属性モンスターと相手のフィールドのカードをバウンスできるっていう効果、まあ自分でもいいし他のあのマリンセスって特殊召喚結構できるモンスターいっぱいいるから、なのでその辺のモンスターをコストにしてバウンスしながら相手のモンスターバウンスでもできますね。でこの3番がバリ強い、相手ターンに魔法トラップカードの効果がフィールドで発動すると、装備されているこいつに、マリンセスを、特殊召喚しながら発動した効果を無効にする。まあ例えば勇者ギミックであるとか楽融合であるとか、まあ、不安だりというところの旅自宅であるとか、まあ、そういうなんかいろんなマジックトラップカードの効果を単体で無効にできるんで、これめちゃくちゃ強いですね。はい。で今まではハーピーのハリボーキと言われても結構きつかったんだけど、このハーピーのハリボーキもケアできます、ライトニングストーンもケアできます。素晴らしいですね、このモンスターは。で、さらに、マリンセスコーラルトライアングル、これも新規なんですけども、マリンセスモンスター2体作れて、1番目手札から水属性モンスター1体を墓地を送るとデッキからマリンセストラップカードを1枚手札に加えると、これね、ウェーブがサーチできるようになったんですよ。これちなみにマリンセスのリンク3以上がいると手札からも打てる、まあ、トラップカードで無限保有みたいな感じで、自分のフィールドにマリンセスリンクモンスターが存在していれば相手のフィールドの表側表示モンスターの効果を無効にすると、でさらにリンク2以上のマリンセスがいれば自分のフィールドのモンスター全部が効果を受けないっていう効果を付与できる、これ完全耐性ですね。これがめちゃくちゃ強い、これがサーチできるのがマジでやばい。で2番目、相手のフィールドにのみモンスターが存在する場合には墓地のこいつを除外するとリンクが3になるように自分の墓地から水属性リンクモンスターを特殊召喚できるということで、まあ、あのコーラトライアングルと、まあ、ブルースラックかシーエンジェルどっちか絶対使ってるから、まあ、それ特殊召喚してあげて、でさらにまたコーラトライアングルの効果を使ってあげれば召喚権を使わずに開始のターンでリンク4までつなげることができると、まあ強いですね、コーラルトライアングルさんは。はい、本当に強いです。だから、まあ、この新規2枚が来たことによって、まあ、単体でウェーブサーチしながら、あの単体っていうかテーマ内でウェーブサーチしながらアルゴノートの妨害が用意できるようになったから、テーマ内でやっぱ妨害用意できるテーマってめっちゃ強いじゃん、まあ、それの典型例ですね、こいつらは。で、まあ、他にもですね新規最強カードが来てまして、このマリンセスダイブっていうこの マジックカード、これシーエンジェルとかあの出せば普通にサーチできるんだけど、これが、1番目一番目というかどっちかから選んで発動できると、バトルオーシャンがあるかないかによってちょっと効果があるんだけど、リンクモンスター以外の自分の墓地のマリンセス1体を、墓地から特殊化するっていう効果が、かまたはバトルオーシャンがあったらデッキからマリンセス出せるって書いてあるんですよね。まだからバトルオーシャンはシーエンジェルでサーチできるんで、これどっちか素引きしてたら、まあ、どっちかない方をサーチしてきてデッキからマリンセス出してくれるんですよ。これめっちゃ強いです。はい、だからデッキからブルータン出してね、まあ、マンダリンとか墓地送ったりメイデン墓地送ったり、まあ、スプリンガール墓地送ったり、いろんなことができるんで、まあ、最強ですこれ。はい、だからこれをあのガン積みして展開力を一気に底上げしてるっていう感じですね。で、基本的な動きは、まあ、動画でやってるんですけども、まあ、ブルータンが一番強くて、ブルータンがあると、
かなり強い動きができるんで、サイバーネットマイニングとか、ガン詰めしてとかですね。まあ、裏打たれても別に、展開力結構あるんで、認知交換されたところで何とかなります、このデッキは。はい。そんなところかな。まあね、動かし方ね、今までのマリンセスと違うところはね、これがね、結構簡単に出せる。バハムートシャークが。これね、ブルータンと、まあ、スプリンガールっていう新規モンスターが来てて、これ墓地からマネージャーとかすると特殊召喚できるレベル4のモンスターなんですけども、これがね貫通してるんで、いろんなカードを、例えば無限保養とか、まあ、エフェクトベーラーとか、まあ、ウララとか、そういうカード全部貫通して、手札から特殊召喚してまたリンク一気に伸ばしたりできるし、こいつがレベル4なんで、まあ、ブルータンとスプリンガールとか、パスカルスとスプリンガールとか、いろんなそのレベル4の組み合わせからバハムートシャーク持ちができるんですよ。だからアルゴノートプラス持ち帰るプラスウェーブみたいなことができて、テーマ内でまあこれ多分1戦目かなんかでやってると思うんだけど、これめちゃくちゃ強いので、これもガン積みでいいですね多分。はい。まあちょっと誘発の枠はね、環境に合わせて変えていただければいいかなと思うので、まあメインギミックはこんな感じで組んでいただければ多分いけますね。かなり強いと思います。はい、早速やっていきましょう。環境入りあるぞ、デュエルスタンバイ。よし、ハンド強そう。ハンド強そうだな。このブルータンとね、スプリンガールが来てるときめちゃくちゃ強くてね、ブルータンの効果発動。ブルータンは召喚、あ、なんかある。召喚に成功した。ちょっと増殖集中だけやめて。アフェクトベールはまあいいや。増殖がね、一番きついんですよ、このデッキ。なんでかっていうと、アホほど特殊召喚するんで、増殖集中投げられると、相手になんか20枚ぐらい引かせるんじゃないかっていうレベルで展開するんで、めちゃくちゃきついっていうね。まあ、エフェクトペイラー程度であれば全然なんとかなるかなって感じですね。まあ、まずはこれシーエンジェルですね。ブルースラックで回収する意味ないんで、シーエンジェルでバトルオーシャンを置きましょう。さあバトルしていこうぜ。シーエンジェルの効果こっちの方がいいか、うららなさそうなんで、なんかシーエンジェルの効果をチェーン2にすることによってバトルオーシャンをサーチしてからめくるという最強プレイングをしていこう。はい。まあ、ウララケアするんだったら、ちなみにこれ逆の方がいいです。さあ、で、ブルータン効果。はいはい。だいぶ、ウララ。ああ、いいじゃん。いいね。シーホースかな。これさすがに強いね。まあ、こんだけ手札増強できたら。これ、ちなみに、ブルータンの効果は割と運ゲーなんですけどね。3枚めくるから。で、スプリンガール除外して、あ、スプリンガールじゃない。ブルータン除外して、スプリンガールを特殊召喚。そして、アネモーネ。アネモーネ。これ水属性デッキだったら別にマリンスしなくてもめっちゃ入ってる、効果持ってるねモンスターだと思うん でスプリンガールでバーンダメージ、あ、受けない。はい、午前試合落ちた、午前入ってるのバレた、純正弦1個いったの痛いなやっぱ結局に水属性統一デッキってのは何が強いかって言って、やっぱ午前試合やれるが強いですよね。まあ別に水属性統一じゃなくて他の属性統一でもいいよ。で、ブルースラックで回収しに行きましょう。さあブルースラック特殊召喚効果発動。これレベル4を手札に抱えておくと、バトルオーシャンがある場合にこのダイブっていう効果でデッキからマリンセス出してこれるんだけど、パスカルス出すと手札からモンスター特殊召喚できるんですよ。これがすげえ強くて、ちょっと今からやりますね。マリンセスダイブっていう効果で、まあ、デッキからなんかマリンセス出すっていう頭おかしい効果書いてあるんですけど、これでこのパスカルスっていうレベル4のね、このピンクのやつ、これを出してくるんですよね。で、これパスカルス特殊召喚成功時に手札からマリンセス出すよっていう効果あるんで、これで回収したやつを出していけば非常に無駄がない。どう強め、このマジックカードやばいですよねブルーエンジェルのマジックコンボやばすぎ。で、レベル4のモンスター2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、未知のたどろき、バームドシャーク効果発動。急にシャークさんのモンスター飛んでくるっていうね急にシャークさんのモンスター飛んでくるやつね。で、お持ち帰りする人出して、で、トライアングル出していきましょう。こことここでリンク召喚現れよ、マリンセスコーラルトライアングル。そしてアネモーネの効果発動。アネモーネは、墓地からマリンセスを回収できる。ちなみにこの回収したカードはね、即座に捨てるコストになるので、あんまり何でもいいです。捨てられれば。エクストラに戻るモンスターじゃなければいいです。適当にパスカルス捨てて、で、ウェーブをサーチ。これがやばいんですよ。このテーマ内でウェーブサーチ
できるようになったのあまりにも強すぎる。あまりに強い。あまりにも。ちなみにこれクリスタルハートも出せるんで、もう最強の上振れ展開と言っていいですね。これに関しては。マレイセスクリスタルハートを巻き込んで、エクストラモンスターゾーンにリンク召喚したモンスターは何の効果も受けない。最強モンスター爆弾現れよ。マレイセス、アクア、アレゴーの音、各クリスタルハート込み。つやーバトルオーシャンっていうね、フィールド魔法の効果で、何の効果も受けないっていう体制が付与されました。今、アクア、アレゴーの音に相手のカードの効果の。で、バトルオーシャンの効果で、墓地のマレイセスを装備し、その数かける600ポイントの打点がアップ。つえ。強い。三四郎。これでまあ一応ですね、アクアグロートが相手のターン中だけなんですけど、魔法トラップカードの効果無効にできて、で、持ち帰るとなんか効果無効にできて、で、ウェーブでモンスター効果無効にできるのと、エフェクトメーラー一応あるので、ここで4妨害しけていますね。一応。まあ、愚かな枚数はいいや。なんだろう、勇者かな幻影かな。悲劇、なるほど。羽は無理、やめてください。やめてください、羽暴起だけは。羽暴起だけやめてください。さあ、マリンセス、アクアアルゴロートの効果発動。装備されているマリンセスを特殊化しながら、相手のマジックトラップカードの効果を無効にする。これは、アネマをね、お得しましょう。つえつえ、これ、楽融合とかも止められますからね、今の環境だと。はい、あの、フワンダリーズと旅自宅みたいなカードの効果も止められますよ、一応。楽園開幕。なるほど。まあ、アルベル、あ、やべ、増字打つの忘れた。まあいいや。アルベルは別に止めなくていいや。楽園融合、まあ止めれば、まあ止まるでしょう、さすがに、相手。やべ、増字打つの忘れました。が、まあでもそんなに大差ないわ。いや、でもこれエフェクトベラでいいか。なんか、妨害めっちゃ待ってるから、これエフェクトベラでいいや。ベーラ打って、で、まあアルベル、の効果無効にしていくよっていう効果発動して、まあ、悲劇は融合モンスターしかリリースできないから、これリリースできない。あ、 OK。 いや、辛いでしょ。あとハンド1枚でしょ。ってことはこれ持ち帰るくんで何でも無効にできるから、これもう終わりなのでは。あー、なるほど。アラメシアはさすがに止めないとあかん。いや、これはね、絶対に止めないとあかんので、このアラメシアは絶対に止めろとうちのおばあちゃんが言っていました。まあ、アラメシアは持ち帰らなくてもいいです。勇者ギミック入ってないので、ワンチャン入ってればね、パクれるんですけどね。まあいいえ。ちなみにですね、結構ね、無限法要とか打ってくる人にはね、無効にして破壊すると無限法要セットできるんで結構強いので、それやった方がいいんですけど、これスプリカーでいいか。で、これ回収して、はい、持ち帰るくんマジ優秀。次のさ、初動も確保してくれるの優秀すぎない、これ。あ、これ一回増殖打った方がいいか。アナコンダ出てくるかもしれない。あれでも楽園買いまくってるから出てこないか。意味なかったわ、この増殖。増殖の打つタイミング下手くそすぎない、これ。なんで俺増殖このタイミングで打ったの。まあいいや、もういや、こんだけ妨害あれば、ね、勝てるわさすがに。あとはなんか適当に打点並べてぶん殴りに行けばいいので、ダイブ回収しに行きましょう。墓地のパスカスの効果、まあ、送られたターンじゃなければ、このなんか、マリンセス、なんか、マジックトラップ、回収できるっていう、なんか、ぶっ壊れ効果持ってまして、まあ、これでね、ダイブとか、ウェーブとか、引っ張ってこれるんですけど。で、アネモネは、効果発動すると水属性しか出せない代わりに、墓地から攻撃力1500以下のモンスターを特殊ができる。で、アクアルゴノート効果発動して、シーホース戻しながら君ちょっと戻ってくれる。はい、ありがとう。で、シーホースをもう一回特殊召喚。まあ、これどこでもいいな。はい。で、アタオカカード発動して、デッキからマリンセス爆弾させる最強カード。これ、このカード効果書いてることおかしいだろ。まあ、オーシャンがないとね、いけないんですけど、デッキからは。王者がない場合は墓地から特殊召喚なんですけどね、一応ね。いや、だとしても強すぎだろ、どう考えても。まあ、水縛りついてるから一応アクセスとかは出せないんですけど、このターンアネモネの効果使ってるから。
まあ、十分だよね、こんだけ打点が出れば、まあ、だいぶね、打点3700で突破できないもんあんまりないから。でアネモネと、マンダリン使ってリンク召喚現れろ、マリンセスマーブルドロック、ウニですねこれは。で、コーラルアネモネの効果、墓地からマリンセスカード1枚を回収できる。でこれでもう1回ダイブも回収できる、まあ、ダイブはもちろん単一ですけどね、当たり前に。で、マリンセスマーブルドロックの効果、マリンセスカードを回収しておく。でこれでコーラルアネモネを、もう1回使い回すことができると。でさらにスプリンガールの効果、自分の墓地のマリンセスカード1枚をゲームから除外し自身を特殊召喚。これ足りてます、さすがに足りてそうだな、これでぶん殴ったら勝てんだろ。全く計算してないけど、これ計算してるとね意外と時間なくなるんですよ。今回はまあ割と101秒100秒ぐらい残ってるからなんとかなったけど、このデッキ基本盤面作るのにめちゃくちゃ時間かかるから、あのねタイムアウト負け何回もしてるランクマの300秒結構短いから気をつけて。対戦ありがとうございました。強くなったなこのテーマ、強くなったわ、本当にめちゃくちゃ強くなった。あー双剣きついな、なんもねえしな誘発。テーマ内でねやっぱね妨害がちゃんと用意できるテーマってまあ強いじゃないですか、この双剣みたいに。これ双剣もさ別にだってまあ普通に回してもだって絶対まあ3妨害ぐらいは確定するじゃん、2、3妨害ぐらいは。やっぱねそういうテーマって強いんだよね。でマリンセスって今まではほんとバトルオーシャンをね発動してなんか超耐性グレートバブルリーフうおーしかできなかったんですけど、今は結構ウェーブサーチして、はい、モンスター効果向こうとか、あのアリゴロートも魔法トラップカード向こうとか、持ち帰るで何でも向こうみたいなことできるんで、これね相当強くなりました。環境入りワンチャンあるまであります。はい、ちょっと僕環境あんま詳しくないんであれですけども、めちゃくちゃ強くなりました。デッキのパワーとしてはかなり上がっております。まあティアもしその今までのマリンセスがティア5くらいだとしたら、もし仮にねなんかティア3とか2くらいまで上がってんじゃないかっていうレベルですね。はい、感覚的には、まあ、あんまりティア詳しくないですけどって言ってたら史上最強盤面敷かれました。なるほどなるほどですね。サーチしてるのはこれ法要偉いな、これ法要めちゃくちゃ偉いわ。まあ、とりあえずバロネスだけ無効にして、まあ赤章の効果どこで使ってくるかだな。あとはそれとあと後ろが双剣暗転だとやばいっていうぐらいかな。でブルータン召喚、ブルータン効果発動。さあデッキからマリンセスの墓地を送るぞ。まあこれは一回メイデン送ってブルースラックで回収かな。まあこれは最悪止められてもいいや。ブルースラック効果発動を、はい、やっぱリンク1っていう存在が悪ですからね。リンク1があるテーマ強いですよね対象はねメイデンで、ブルータン効果デッキトップ3枚めくってマリンセスあったら回収したいんだけど、なんかある？あー石器将軍そこで使っていただける。なるほど、まあ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 使ってくれるんだったら全然いいんじゃない。ブルースラックの効果そんなメインじゃないから、まあ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 ここで止められるのは別にいいかな。アネモネとかに止められるのが、まあ、割と一番面倒くさかったりするんだけども、まあ、それは別にいいや。あ、墓穴も撃ってくれ。なるほど、墓穴か、墓穴か、なるほどな。はいはい、まあまあまあ、でもそんな辛くもねえか、墓穴。言うて、スプリンガールもあるから、まあ、多分ね、展開まだ止まんないですね。スプリンガール握ってよかったですね。これが強いね、スプリンガール。なんか相手の誘発なんかめちゃくちゃ撃たせた後に、なんか上からモンスター増やせるんで。まあ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 、ブルースラックの効果も無効になってしまいましたと。で、これで相手ドヤ顔してるかもしれませんが、まあ全然僕は止まりませんと。止まるんじゃねえぞってね。で、スリーピーメイデンを除外して、スプリンガールを特殊召喚。まあこのチームは多分バロネスだろう。で、スリーピーメイデン、あ、間違えた。スプリンガール1体でリンク召喚。現れよ。マリンセス、シーエンジョー効果そう。こっちが先だな。チェーン1でチェーン2シーエンジェル、これあのスプリンガール巻き込んでシーエンジェル出すとなんかワンチャンバトルオーシャンあの落ちる パターンあるんで、まあ、そこだけ注意なんですよね。で、シーエンジェル効果でバトルオーシャンを回収して、で、はい、でこうなるっていう。あ、マンダリン落ちた、強い。
マンダリン強えな。マンダリン強えな。出しとくか。マンダリンは、マリンセスが2体いると、リンク先に、わらしい！あいつ強くね、反動。考えます。いや、撃たないとダメだ、これ、さすがに。これ止められると展開伸びなくなっちゃうから、リンク4分稼げるんですよね、マンダリンちゃんがいると。なので、このわらしは絶対に止めましょう。まあ、温存してる場合ではない。で、ごめんね、幼女。すまん、幼女。お前にはゲームから除外されてもらう。そして幼女を除外して幼女が出てくるぜこのゲーム幼女多すぎないか。マリンセスバトルオーシャンを発動。そしてマリンセスモンスター2体を使って、あと水属性モンスター2体を使ってリンク召喚現れろ。マリンセスコーラルアルモネ、コーラルアルモネの効果、あ、バトルオーシャンの効果も一応発動する。ちなみにバトルオーシャンの効果、これ発動する意味なんですけど、一応相手になんかその妨害持たれていた場合のに、あの止まっちゃうことかもしれないから、展開がエフェクトベーラーと例えば今回の場合はだ、そういう時に一応装備しとくと打点が上がってるから、まあ突破できることがあるんだけど、まあこれ誘発、まあ OCG だったら全部あの装備するんだけど、多分まああの今回の場合は別にどっちでもいいですね。あの多分チェーン的にないのは合ってるんで、はい、これでマリンセスコーラルトライアゴー。これがね、新規のね、史上最強ウェーブサーチモンスターでございまして、あ、これちなみにコストにするんで、絶対に、あの、効果モンスターを回収してください。コーラルトライアングルを出すときにコーラルアルモネを巻き込んでいたら、効果モンスターを回収しないと、コストにできないんですよ。これトライアングルがね、てかなんか、モンスター捨てて、水属性モンスター捨てて、ウェーブサーチするって効果なんだけどさ。押しといて一応。で、こうね。でトライアングルの効果を発動。手札からスプリンガールを墓地に送り、デッキからマリンセスウェーブを手札に加えていく。ちなみにマリンセスウェーブは、リンク3以上のマリンセスがいると手札からも打てるカードで、フィールドの効果を無効にしていく効果なんだが、この効果に耐性がついていない。つまり2枚あったら2枚発動できる最強まあ無限応用みたいな感じですね。マリンセス万能で、アクアアルゴノートをリンク召喚し、バトルオーシャンの効果発動。アクアアルゴノートに装備をめっちゃしていく。めちゃくちゃいっぱい装備していく。語彙力がなくてごめんなさい。ほっほっほっ、よーし、打点が4300だ。強すぎるいや、これバウンスするコストあったらバウンスできたんですけどね。これ午前もよく見たら午前来たの強くね。ちょっとバロネスちゃんだけはね、ショーラースもらって、で、ウィンツー入って、いや、さすがに午前試合とかいう神カードで、相手なんもできないんだろ、エンド。マリンセスウェーブは、手札からも打てるトラップカードなんですよ、マジで。マリンセス、リンク最初のマリンセスがいると、手札から打てる無限保養みたいな感じですね。で、ちなみに、おまけ効果で、効果無効にしながら、フィールドの、自分のモンスターは何の効果も起きないっていう、やばすぎる対戦保養できます。強すぎワロタって感じですね。まあ、関将の効果で、まあ、対象取ってくるのアクアレゴノドなんですけど、まあ、ここは普通にその、ウェーブってこれで関将の効果無効にしながら、フィールド自分のフィールド上の表が表示モンスターが全部効果をなくするっていうやばすぎる効果ありまして、これで、まあ、実質、まあ、怪獣とか無理だけど、まあ、それ以外だったらいける。どう4300、何の効果もいけない。さすがに突破しづらいでしょ。バトル？え？バトル？え？びっくりするの、びっくりするのやめてくれよ。ちなみに一滴とかも効かんからね。これ今あのトラップカードの効果で付与してるから耐性を。あー、なるほど。そっから展開し直すってことか。じゃあまあ着地した瞬間に5点打とう。てってれー光しか出せませんクソカード、クソカード来たいや何が強いってね、午前がマジで強い。あー強そうですね。
強そうですね。ブルータン入りができますね。まあ、ブルータン入りでいきましょう。ブルータン効果召喚成功時マリンセスを墓地に送れるぜ。なるほど、何もない。なるほど、じゃあメイデンだな。これはシーホースあるからちょっと展開伸びそうですね。ブルータン1枚の時の展開にシーホースを絡めればいいから、まあ、ブルースラックでメイデン回収しましょう。メイデン回収と、ブルータン効果デッキトップ3枚めくって、これでね、何がめくれるかによってまたちょっと展開変わったりするんだけどさ。はい、あ、ブルータン、あ、まあまあまあ、あんま変わんなかったわあんま変わんなかったわ。ブルータンはあんま変わんなかったわ。で、これでメイデンをね、回収して、メイデンはちなみにマリンセスモンスターをマリンセスモンスターかマリンセス魔法トラップカードを守りながら、手札が特殊ができるよっていう効果なんですけども、はい。で、セレピーメイデンと、まあ、どっちにしろ関係ないっていうね、リンクストーンになるから。で、2体でコーラルアルモーレ。ちなみにこのデッキありえないほど特殊召喚するんで、ニビルめちゃくちゃ踏みますありえんぐらいニビル踏みます。で、レベル4以下特殊召喚してシーエンジェルですね。ですね、シーエンジェルで、これはですね、展開あるから、ダイブじゃなくってバトローシャンで良さそうだな。バトローシャン、シーエンジェル、間違えた、シーホースあるから。これシーホースなかったら一応あれなんですよ、ダイブサーチしてくる方がいいんですけど、リンク4人まで繋がんないんで。で、メイデンでアルゴノートに1体モンスター装備するっていう感じのね、動きするんですけど、これシーホースみたいなね、展開札がある場合はこの動きでいいです。バトローシャンの方が強い。で、コーラルモネットシーエンジェルでリンク3コーラルトライアンゴー効果そうで、回収は捨てるからどんでもよくて、まあ、ブルータンでいいか。で、バトルオーシャンの効果も一応発動する、まあ、バトルオーシャンはまあ発動しない方がまあ時間的には別に短縮になるからいいんだけど、まあ、例えばですね、エフェクトベーラーとか、まあ、無限抱擁とか打たれることがあって、このコーラルトライアングルとかに、そうするとなんかこのクソダコ打点1500が棒立ちみたいな感じになっちゃうんですよ。だから一応装備した方がいいんですよね、本当だったら全部。まあちょっと時間短縮のためにやりませんけども、このデッキね、何がやばいってね、なんか回してるとね、時間なくなるのよねめちゃくちゃ、いや本当にマリンセス使ったら分かるなってなると思うんだけど、結構時間がかかります。先行盤面作るのにも今回もう今200秒ぐらい使ってるでしょ。で、これで相手の動きを見ながらなんかその考えたりしてるとマジで時間なくなるんだよね。で、コーラルトライアングル、アネモネで、ブルースラーク、オーケー。いやー、これ難しいな。何伏せるか。まあ、丸いのは法要金的だよな。午前刺さるか分かんねえしな。ちなみに今ね、結構ね、水属性デッキも結構意外と多かったりするんで、午前刺さんないっていうこともあるんですけど、まあ、これが一番丸いけど、まあ、午前セットしといた方がよかったってなったら本当にごめんなさい。それは俺のプレミだわ。午前のが縛りつける能力が高いからね。あ、はあアルゴロートちゃん、俺のアルゴロートちゃんか、バカな、俺のアルゴロートちゃんか、メイデンでいいか、やばすぎることが起きた。俺のアルゴロートが一瞬にしてガメラに食われてしまった。まずいまあでも言うて妨害は結構用意できるか。いや、ちょっとね、あのね、マレンセスウェーブとか午前とか、うわ、はかーなー、強くないですか。いや、ありえんわやろそれ、犯罪だろ相手、犯罪ムーブやめろ。ああ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 、やっべ、やばいこと起きた、やばすぎる愚かな服装発動された、終わりそう世界が。いや、でも無限紅葉と金的あるから止まるだろ、止まってくれ、止まんなかったらやばい。これ何デッキ、Do you have? あー、シャークデッキでした。
いや、やっぱあれだわ。午前試合じゃなくてよかったわ、じゃあ。午前試合、鬼腐るんですよね、ジャークディッキー。鬼ほど腐るんですよね。これは別によくて。サイレントアングル、あ、でもハンダそんな強くねえか。あ、でも、まあ、まあ、でもアビスあるからそんな弱くもねえな。まあ、それは無効にできないので、一撃スルーするしかない。で、アビス特殊。いいでしょう。で、アビス効果発動して、なんか持ってこれますね。いや、これはあれか、自爆特攻して、クラゲ増殖のパターン。クラゲ増殖パティーンね。いや、まあでも、無限法要と一滴あるから、なんか耐える可能性はある、結構。いろんなカードを。いや、これ、盤面作り直しに行かないといけないな。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。セット。はい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 。いやー、盤面作り直しに行く必要がありますということですね。トライアングルの効果ってこれ使えます？墓地の。あー、そっか、コーラルアレンもね、除外されてんのか。いやー、なるほど。なるほど、なるほど。これ、普通に動いていくしかないね。ブルータン召喚して、ブルータン効果発動。で、ブルータンで、なんか落としたいんですけど、なんかあります？これマンダリンだね。シーホースあるから展開は伸びるかもしんねえな。あー、クラーゲ効果発動してくる。無限包容撃つ。これ破壊されるとやばいこと起きるから、包容撃つでしょ？で、ステルスクラーゲン対象にとってその効果を無効にしてくる。で、ステルスクラーゲン、猛毒の方のステルスクラーゲンが発動してくるようであれば、ここで一滴を撃つしかないね。OK。まあ、一滴だね。で、無限包容を送ればいいな。これで一応神戦はケアできるな。これで神戦はケアできるな。これで無効でしょ。で、2体無効になった。あとは頑張って展開していけばいいんだよな。 OK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  よし。こっからはあとは、自分の展開投資に行けばいいから。オッケー、そこね。右から2番目は使っちゃいけない。あの、これ自分の無限包容の列で、あの、効果発動して魔法トラップカードの効果無効になるのめちゃくちゃあるんで、僕めっちゃやるんですよ。自分で発動した無限包容の列でカード発動する行為、今まで500億回やってきたんで。いや、これマジなんですよ。これめちゃくちゃやるんですよね。で、ブルーサーク効果、あ、ブルーじゃない、ブルーサーク、ブルータン効果で、バトルオーシャン効果発動して、いや、これ何があるか分かんないから、バトルオーシャンは発動しておかないといけないんだよね。これ、結構めんどくせえな。あの、バトルオーシャン、例えば無限包容とか、まあ、エフェクトベーラーとか、まあ、なんかその効果無効系のやつが撃たれたときに、やっぱ装備カード装備しちゃうと打点が高いじゃないですか。だから、そのマリンセスモンスター、一応これ、軽打ち手なんですけど、別にこれ、ブルースラックとかは。装備した方がいいんですよね。なるべくね。OK、まあこれ展開できるよ結構。で、スリーピーメイデン効果、マリンセス守りながら特殊召喚していく。さあ、どうする。特殊 OK、 特殊できる。で、コーラルアネモネを出していく。これ先こっちか、こうだ、先出してこうだ。で、シーエンジェルで回収していこう。マーレンセスをだいぶ持ってきて、で、展開力増やして、アルゴノート出して、で、アルゴノートでステルスクラーゲンバウンスですね。いや、これ強いのはやっぱバウンスが飛ばせるんで、めっちゃ強くて。で、ここでコーラルアネモネをリング召喚で効果発動。さあ、どうする。クセカードなんかあるんだよね、ずっとチェーンが。これなんだろうな、わかんねえな。あのクセカード一生開かれねえんだよな。で、コーラルアネモネ効果、ブルータンを蘇生していくスタイル。あー、効果無効か。あー、墓穴か、やべ、忘れてた。めんどくせえな、墓穴。墓穴刺さってんだ。なんか墓穴刺さってるぞ。墓穴めちゃくちゃ刺さってる。自分の無限効用と相手の無限効用をケアしなきゃいけない。結構めんどくせえな。
で、ここで墓地からブルータンを特殊召喚していく。まあリンク4分稼げたので、あとはスプリングガール特殊召喚してバウンスすればいいから、これあれだな、先トライアングルだな。トライアングルしてこうだ、よし。でトライアングル、これで万が一ガチでやべえこと起きたとしても墓地でトライアングル落ちてるから、まあ結構返しにいけるね。でバトルオーシャンで一応こう、効果使って装備していく。オッケー。でコーラルトライアングルの効果使っちゃいけない。やばい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 、時間ない時間ない、マジでやばいやばいやばい。ちょっと待ってくれ。マンダリン効果使うだろ、マンダリン効果使って墓地から特殊召喚していく。やばいぞ、あと残り何秒だ、60秒50秒。ちょガチでやばい。ちょこのデッキさ、展開するのにありえないほど時間使うからさ。あー午前試合か、まあそれはいいや、午前とかもう全然触んないから、なんならこっちが発動したぐらい。いやガチでやばい時間で、こうしてで、スプリンガール出しに行くでしょ。何これ、あいらない、やばいやばいやばい、ちょっと本当そんなこと考えてる時間じゃないから。ブルースラック除外して特殊召喚で持ち帰るは出したい、さすがに。でバハシャー、いやこれ時間足りるかな、36秒やばいって、ちょ300秒短いってやばいって。デュエレストカップではね、あんまソリティアデッキ使ってなかったから大丈夫だったんだけど、クソデッキ使ってたから。いやこれこういうさ、リンク系のデッキめっちゃつらいんじゃね、これ28秒やばくないか、ちょ本当にやばい。ちょクリスタルハート出してる時間ないこれ。でこうですね。でクリスタルハート出さなくていいのか、クリスタルハートこれでも全部装備しなきゃいけないから、ちょうるさいうるさい、アネモリさんで、これ装備やばいやばい、この装備がめっちゃうるさい。ちょ待って、これさ1枚ずつ選ぶのこれトラップすぎない、もう3枚一気に選ばしてよこれ。やばいやばいやばい、マジでこれもさえできない。ちょクラゲ戻して、やばい、あと残り10秒。バトル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 7秒6秒エンド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 、やばいやばい。いやこれ待って、持ち帰れもウェーブを打ちたいんだけど、これ打てるこれ5秒で、やばいこと起きてる。あゴードン、うわ向こうにしたいけど、いや無理だこれ、やめよう。ちょっとゴードンは向こうにした方がよかった絶対に。ワンフォーワンは向こうでしょ。いや向こう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 、やばいやばいやばい4秒やばいってやばいって、うらうるさいうるさい、やばい残り2秒だ。クリスタルシャークもうやめてくれ、あー打点が半分にされる、あー残り2秒。このウェーブ打てますかね、うわ勝った、ウェーブ打てるこれ、ウェーブ打ったらウェーブ打てる、いや無理だこれ、無理だ無理だよこれ。ちょっとコナミシ300秒は足りん。